どうもこんにちは、カイカイです。テムというサイトを皆さんご存知でしょうか。自分が認識している限り格安系の中華系のウェブサイトで、通販でいろいろなものを買うことができるようなものとなっています。例えばこのテムというサイトで、PS5 と検索してやるとこのような感じでいろんなものが登場します。まあ、例えば PS5 の縦置きの冷却付きスタンドであるとか、プレイステーション5が丸ごと隠れて見えなくなってしまうようなカバーであるとか、 LED のライトで PS5 を光らせてやろうぜと、そういった製品様々あります。ここでは PS5 と検索してこういったものが出てきましたけども、コントローラー系のアクセサリーもたくさんありますので、今日はこの怪しいサイトからいろんなものを買ってみて、実際に届くものがどういうものなのか確かめていこうというものです。で、実は買おうと思っているものにすでに当たりはついているんですけども、せっかくですしいくつかもう少し製品見てみましょうか。例えばコントローラーがちょっとクマさんの柄のコントローラーカバーであるとか、どこかで見たことあるようなキャラクターのプレイステーション5ステッカー、どこかで見たことあるようなキャラクターの、どこかで見たことあるキャラクター、すごく多いです。あ、ヘッドセット系が入ってきましたね。光りすぎるヘッドセットであるとか、あ、これは空気の通り道が少し増強されているプレイステーション5のフェイスプレートとなっています。まあ、さすがにプレイステーション5本体っていうのはこういったサイトでは売られていないんですけども、アクセサリーだったら無限に出てきます。こちらマイクがありますね。ゲーミングマイクというものじゃないかと思います。多分光る以外は何もゲーミングじゃないと思うんだけども、まあボイちゃんには使えるでしょうね。ということで、自分が見定めたいろいろな製品たち、まあ、この全てを注文するかは一旦置いといて、当たりをつけているのはまずはこちら、リングライトキットというふうに書かれているんですけど、プレイステーション5を光らせようという製品です。続いてこちらなんですけども、まあ、LED ライトで背景に飾ったりできるようなパターンのやつなんですけど、よく見たら本と同じぐらいの高さなんで、割とちっちゃいサイズなんじゃないかと思います。この写真の撮り方的にすごくでかく見えるんですけどね。続いてこちらこちら後で見せましょうか、届いた時に。で、こちらまたね、ライト系なんですけども、でその後一番安いマイク見つけてきました。2000円のマイクで、まあ、テック系の製品意外と安くならないがち。2000円以下のマイクだったら普通に Amazon でも買えるんですけど、まあ今日はテムの動画なんで、こちらのマイクを買おうかと思います。面白いこといろいろ書かれてますよ。例えば、全方向性ピックアップパターン、ミーティング向けにクリアで集中したサウンドで音声をキャプチャしますと。普通こういうのってカージオイド型の集音パターンなんですけども、全方位ということになっていたり、ヘッドマウントワイヤレスヘッドセット、爆発スポット LED 発光猫爪猫耳ワイヤレスヘッドセット、こういったサイトに行くと必ずある猫耳ヘッドセットも当然買っていこうかと思います。プレイステーション5のカバー系もね、まああまりフェイスプレートとか買うと高くなっちゃうんで、それはいいかなということで、こんな具合で宇宙柄のステッカーを購入しようかと思います。そしてやっぱり忘れられないのは、またまた後ろに飾るためのものではあるんですけども、プレイステーション4ですね、このコントローラーはの木製フレーム付きの、キャンバス絵画です。もうちょいいい名前はないのか。そしてやはりゲーマーとして捨てられないのは RGB ライティング、こういった、24キーリモコンプラスアプリでなんとコントロールできる RGB ライト、100メートルじゃねえわ、10メートル購入しようかと思います。あとはプレイステーション関連というかゲーミング関連の製品ばっかり検証するのもいいんですけども、少し幅持たせたいんで、こんな感じのソフトボックスを2種類プラスライトを1つ購入してみようかと思います。というわけで、お支払いを確定する画面までやってきました。あとはお支払い方法を決めて注文確定ボタンを押せば注文は通るというところまで来てるんですけども、個人情報の漏洩とかそういうものはやっぱり怖いです。ここにPayPalの決済がなければ自分は多分これはやってなかったんじゃないかと思うけど、まあPayPal選びましょうか。支払い完了ということで、じゃああとは到着を待つだけです。聞く感じだと、まあ、1週間から2週間ほどで全製品届くみたいですので、それを楽しみにしましょうか。ではそれを待つ間に、皆さんにこのサイトをおすすめしない理由をまず言いたいんですけども、先ほど言った通り、まあ、個人情報の漏洩的なものがまず怖いっていうことに加えて、届く製品が注文したものとはちょっと違うっていうパターンも結構あるみたいですし、あとはこちらですね、アメリカのウイグル強制労働防止法が少し前にあったんですけども、それに
準拠していない可能性もあるなっていう示唆もあるみたいです。この法律の部分はあまり詳しくは知らないんで、そこぐらい言うに留めておこうと思うんですけども、なので自分多分この分動画のためにやったんですけども、これ以降はこのサイトは使わないんじゃないかと思いますが、動画の間ぐらいは楽しみましょうか。それじゃあ製品が届くところへカットで、ということでおよそ2週間後の世界までやってきました。全ての製品が無事届いたのですが、まあざっくり見た感じちょっとツッコミどころがありそうなものも結構ありましたね。まあ一個ずつ先ほど話した順番で紹介していこうかと思いますが、実は先ほどの映像で紹介しなかったものが一つあって、先にそれに着替えてきましょうか。サメです。いやサメじゃない、暑いんだよこの着ぐるみ。サメに見えるラウンジ用品らしいんだけど、ここにボタンがついてて、この下顎についてるボタンと合わせることによって何も見えないんですよね、顔。ちょっと手が使えないと開封動画にならないんで、ちょっと脱いじゃいましょうか。まずは一つ目の製品、こちらです。こういったサイトにありがちなあのパッケージングに何もついてないパターンなんですけども、これですね。これこのリング覚えてますかね。プレイステーション5に装着できるリングで、これを装着することによって PS5 が光るというものですので、まず見ていきましょうか。こちらが自分が、発売後に購入した時代から愛用している PS5 なんですけども、犠牲にしていこうと思います。ごめんね。プレートを剥がすとこんな感じの見た目になるんですけども、ここにあのリングを取り付けていくという形になります。これ当然ながら取り扱い説明とかはついてないんで、あの勝手に取り付け方を自分で解明していかなきゃいけないんだけど、こう磁石で上につくとかでもない、多分下に入りそうな感じしてるんで、一旦ここ解体する必要があるんだけど、ちょっと六角ドライバー取ってきましょうか。訂正、六角じゃなくて六芒星の中央に穴が開いてるタイプです。これ、企画で言うと T8 っていうやつなんです。 T8 のドライバー持ってる人なんてそうそういねえよ普通に。 SSD がついてる側は下2つのネジを外すことによって、下からこう差し込めるかなっていうところまで持っていくことはできたんですけども、ぶっちゃけるとこっち側について、ここネジじゃなくて多分全体的に解体したらこれ取れるとかそういう仕様だと思うんですけども、な無茶なことやるつもりはないので、こっち側だけつけましょうか。ここまで来たら USB を後ろに刺す。これ1個で USB ポート消費するのしんどいな。でちょっと電源ぶっ刺してみましょう。一瞬、ああ光ってる光ってる、いや光ってるから何だってんだ、やべえ、ちょっと見える、ちょっと見える、ここちょっと光ってる、やべえ無意味だこれ。あでもほら単色で、あれ光らない、あれちょっとおほらほらほら、あいやこれはちゃんと効果ありますね。やっぱ無意味だこれ。こちらの製品光る性能自体は悪くないんですけども、ケーブルがやたら長いところとか、片側については保証を失ってまでして取り付けないといけないっていうところで2点。しかしね、次お見せするのは文句なしの100点の製品ですよ。こちらこれがね、序盤の映像ではあえて見せなかったやつなんですけど、ちょっとカッター取ってくんね。こっち一体なんだこれは。早く開けましょうか。早く開けないと、なんか変なもの買ったって思われちゃう。これはですね、プレイステーション5コントローラーさんのためのお洋服でございます。こんな感じで、ピンク色の、猫テーマのものだ。ちょっと明るすぎるね。ちょっと待ってね。これもうちょっとよく見えるんじゃない？ちょっと色がね、真っ白に見えちゃうんだけど、めちゃくちゃ可愛い見た目となっています。タッチパッドまで猫仕様になりました。
まあ、こういうのを買ったっていうネタ的な側面は一旦置いといて、こういう見た目が好きな人については全然おすすめできる製品ですし、あとね、下に肉球がついてて、ここもね、まあ、そこまでプニプニしてないけど、正直たまに暇になった時にプニれるぐらいの感触ではありますので、しかもこういった製品についてはなんかベタつくとかそういったイメージあるかもしれませんが、この製品については全くそういったのは今のところはないですね。続いての製品はこのようなパッケージで届きました。何かやばいものに見えますけども、どういったものか分かりますか？自分これはねピンと来てるんですけども、開けてやる。あ、ちょっと待って、見えちゃう。すでに一度中を見てるんですけど、どうです見てください。このテープ黄色く変色してます。テープが黄色く変色するまでどこかに保管されていたということなんですけど、これ開けてやるとですね、来ました、プレイステーションカラーのルームライトです。これはアクリル板で、アクリル板の保護材がまだついてるんで、まずそこから剥がして、ちょっと聞いてくれよ。ちょっとうるさいかも。割といい感じの見た目してんじゃない？あ、横でさっきまで見てた動画のあれが見えるな。こっちが今カイカイがいる画面。いきますよ。明る。普通にいいじゃんこれ。はあ、普通にいいじゃん。あ、やば。あと見える？ここ。これ多分自分いいレンズは使ってないんで、安いレンズなんで、レンズに反射した光がちょっとだけこの辺に映り込んじゃってるのかな。いや、でもこれはいいと思う。割と好きです。ものすごくピールがしづらかったんで7点ということで、続いての製品はこの2つまとめてにしましょうかね。でん、ヘッドホンとマイク両方見ていきましょう。まずはマイクの方から。マイク開封して、このマイクの音でこの動画の残りやろうかと思ったんだけど、それだと皆さんの耳が多分死んでしまうので、そうするのではなく、このマイクでヘッドホンの部分だけやりましょう。そしたらいつものマイクに戻そうと思います。これショックマウントの置き方検証してて、こうやってこうマイクの前に置かなきゃいけないんだけど、いまいちそこにいい具合に固定されてくれないんで、なんかこっち動かせねえかなって思っていろいろやってたら抜けましたね。ちなみに RGB です。光ります。光るんだけど、光り方は変えることができないので常にレインボーです。生の音声こんな感じです。皆さんどんな感じでしょうか。生の音声こんな感じです。もちろん普段使ってるこちらのマイクはフィルターとかかけてるので、生の音声 VS フィルターありの音声じゃちょっと不公平ではありますので、こちらの方にもいつものフィルターを貼り付けてやりました。こんな感じになりました。どうでしょうか。ちょっと聞いてきました。こいつはひでえんだけど、別に声が聞き取れないわけではない。で、2000円光る。4点ぐらいなんだけども、ぶっちゃけボイチャ相手がこんな音質でも、あんまり文句は言われないと思う。今から見せるものがあまりにもやばすぎて、うちのカメラがちょっと自己停止ボタンを押してしまったみたいなんですけども、戻ってきました。こんな感じのやつなんですけども。はい。あ、ガチッつった。かわいいですね。ひどすぎる。耳にぴったりひっつかないんだけど、やば。これ真面目にレビューする意味ある？クッションが薄すぎて耳が痛いし、ここのパッドがもうほぼないから耳に当たって痛いし、ここの角度調整がないせいで、こうやってすると、まあ、自分みたいに頭でかい人だとヘッドホンのカップがこういう向きになっちゃって、まあ音聞くってレベルの話じゃないんだけど、音聞いてみましょうか。
すごい高音がない、なんか音量が低いとかクオリティが悪いとかじゃなくてない、高音がない、シンバルとかがバシンって鳴るときになんかみたいな音になってるし、いやベースもないんだけど中音域だけですごいくぐもってて、そうですね、音質の悪いイヤホン、音質の悪いヘッドホンっていうのを想像してもらって、そこからもう一段階音質を悪くしてから、そのスピーカーを5メートルぐらい先で爆音で流してるのをここで流されてるイメージ。いやでも FF16 のサントラは乗れるわ。このヘッドホンはもういいかな。いやめちゃくちゃ安かった、確か1000円割ってたんですよねこれ。いやでもこれはちょっとひどい。1000円のイヤホンでもこれの数段階上の音が聞けますんで、まあ、ヘッドホン、安いヘッドホンってだけで、ああもう壊れ始めてる。1点。続いてはこちら、プレイステーションコントローラーの、プレート、これ木製のフレーム付き。すげえちゃんと木の匂いする。本物の木製、まあ確かに偽物の木作る方がめんどくさいか。軽く開封していきますけども、これですね、なんだろう、プリントのクオリティ自体は高くはないんだけど、ものすごい安かったんで、それ自体はいいのかなっていうタイプの製品です。先ほどのやつと同じくらいプリントクオリティが低くて、やっぱこれなんか解像度低いやつを無理やり引き伸ばしたなっていう感じがすごいんですけども、あとちょっと角っこ剥がしましょうか。角っこの上からホチキスでフレームに止められてるので、この段ボールちょっと剥きにくいんだけど、最終的にはこんな感じかな。まあプリントクオリティがやたらめったらに低いことに目をつむれば、割と悪くない製品じゃないかと思います。値段も考慮すれば7点ぐらいはやっていいと思う。続いてこちら、RGB ライティング用の、テープですかね。この LED が搭載されているテープなんですけども、これを10メートル、うるさいな。これを10メートルほど購入いたしました。実はこういった製品使うの初めてなので、使い方がよくわからないんだけど、この製品なんとアプリで操作できるそうなんですけども、アプリではなく、まあこれついてくるリモコンがあるので、リモコンでね、操作できるかちょっとやってみましょうか。オフ、オフ、オフ、オフ。オン、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 レッド、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 赤、赤くなった。なるほど、まあこの製品自体悪くないんですけども、USB につなぐやつが1個しかついてきてないので、実はこれどっかで切ると、このいった製品切り貼りできるのがメリットなんですけど、これどっかで切ったりすると、その時点で使えなくなっちゃうので、そっから先が。そこはちょっとあれかな、別売りで、プラスで USB とつなげるやつを買わなきゃいけなかったりするかもしれないが、まあ光るので5点。そして本日最後に見ていきたいのがこちら、 LED のシンフォニーライトっていう風に言われてるんですけども、ちょっと壮大な名前ですけども、これですね、ライトバーっていう風に言われたりするやつです。ご覧の通り、これをまあ背景に置いたりすることによって見た目が良くなるっていうやつなんですけど、ライトが明るすぎて他のものが見えなくなっちゃってますね。ちょっと画面が暗くならないよね、こんくらいだけ見せるようにしとこうと思うんだけど、今日見てきたいくつかのリモコンの全く同じレイアウトで、単色であるとか、単色、いろんな単色、フラッシュ、フラッシュないな、フラッシュ、ああといったいろんな光り方ができるものになっています。多分中に入っている回路系は全く一緒なんでしょうね。ということで、以上が怪しい中華サイトから購入した様々な製品だったんですけども、やっぱり使えないものは多かったですね。動画の序盤でも言った通り、使うことは基本的におすすめしないものばかりなんですけども、どうしても使ってみたい場合はいい製品と悪い製品のこう見分け方っていうのがめちゃくちゃうまくできる人じゃないといけないんじゃないかなと思いますが、以上、楽しんでいただけたら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。